こんにちは、こんばんは、エンジン太郎です。4月1日からミニカーの法律が一部改正されるので、自分なりに対応してみました。これで正しいかどうかは正直わからないのですが、まあ4月になっておまわりさんに止められてはっきりわかると思います。自分の車両に関わりのあるのは、非視認性工場部品の設置義務化。要は、1メートル以上の高さに目立つものを何かつけろということらしいです。夜間非視認性工場灯火器の義務化。これについては、尾灯を車体の一番高いところにつけろということみたいです。座席ベルトの装備義務化ですね。これは単純にシートベルトのことですね。シートベルトはもうついているので、まあ、このまんまです。そうこうしている間に作業がどんどん進んで、今はベンダーを使ってフレームを曲げているところです。このベンダー、ホビー用としては最高のものだと思います。岩戸のベンダーも持っていますが、あれは全然綺麗に曲がらないんですよね。今作っているのは、新しいサブフレームを固定するための土台となる部分のプレートです。2枚完成しました。似たような板をもう2枚作っておきます。サブフレームの接合部分です。まだ溶接はしてませんが、こんな感じでつける予定です。こうしておけば整備の時に脱着できて便利だと思います。とりあえず仮付けだけ先にやってしまいます。仮付けが終わったので、一旦外して運用テストしていきます。横方向のアーチ型のサブフレームが完成しました。結構丈夫です。続いて、縦方向のサブフレームも仮付けしていきます。結構雨の音がうるさいですね。こちらも仮付けが終わったので本溶接していきます。
溶接が終わったのでもう一度乗せてみますが、やっぱ結構大きいですね。今溶接しているのは燃料タンクのステーになる部分です。亜鉛メッキのパイプはメッキ部分を剥がしておかないと溶接はうまくいきません。燃料タンクのフィッティングをしていきます。タンク自体は以前のものと同じものを使います。まだ1箇所しかステーができてないので仮固定をして残りのステーを順次作っていきます。今作っているのは新しく作ったサブフレームにボディパネルを固定するための部品です。同じ作業の繰り返しで飽きてしまいましたが、なんとか36個作りました。次は新しいラジエーターの設置準備を始めます。今までは2個のラジエーターで冷やしていましたが、大型のものを1個にすることにしました。ファンは一旦取り外して反対側につけます。ガチャノコの音がうるさくて申し訳ありません。ラジエーターステーの溶接をしていきます。今まで2枚のラジエーターをつけていたので、これで一本化して整備性が良くなることを期待します。以前に先ほど作ったパネル固定用のプレートも溶接していきます。さて、こっちのラジエーターに変更するわけですが、ホースの径が全然合わないんですよね。これが元々のホースです。ホースの径がこのぐらい違いますので、これを解消するためのジョイントを入り口出口2個製作します。ただのホース変換ジョイントなので、ここまで精度がいらずに気楽に作れます。
28ぐらいのが欲しかったね。よいしょ、細い、よいしょ、マーク格好だけどなんとかなるしょ。動画を撮り忘れましたが、とりあえず銀色に塗りました。一通り部品が出来上がったので組み立てていきます。ハーレーのタンクを使っているので、一箇所だけインチネジがあります。冷却水を入れたら、一旦エンジンをかけて様子を見ます。ボディパネルを貼っていきますが、即席の仮のものなので、これはプラダンです。いずれ FRP で正式なものを作る予定です。それまではこれで我慢するしかないですね。プラダンのいいところは、価格が安いのと、ハサミやカッターなどで簡単に加工ができるのはいいですね。穴開けもハンダごてで簡単にできるので、ネジ穴は簡単に開きます。ヒートガンで温めながら曲げれば、折れずに曲げることも可能です。あまり温めすぎると、歪んでしまいます。最後に1メートル以上の部分に反射テープを貼って、この作業は一応終了となります。非視認性工場部品の設置の義務化についてはこれで大丈夫だとは思うのですが、かなり曖昧な感じがするので、まあ実際どうなのかはよくわからないです。もしご自身で対策なさるのであれば、一度関係各所に問い合わせてみる方がいいと思います。本音を言えば、現状走っている車両への適用はやめてほしかったですね。後ろがだいぶ大きくなって、少しバランスが悪くなったような感じがします。前後にフェンダーをつければ、少しはマシになるかもしれませんね。まあ、今後順次やっていこうと思います。
ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いします。